麻生太郎は引退間近？か岸田文雄総理のやけくそ解散が近いと噂される中、福岡政界がこたついている。自民党の分裂選挙が続出しそうなのだ。特に福岡9区では、自民党麻生派の大谷聡参院議員と、元自民党の三原町立北九州市議が出馬に意欲を示しており、公認候補が決まっていない。その一員が、 副総裁である、麻生太郎氏の存在だ。麻生さんは、現在83歳。次かその次の総選挙で引退だろう、自民党関係者。そこで浮上しているのが後継者問題である。麻生氏はかねてより、自身の後継に長男を据えるか、長女を据えるか迷っていたという。衆参2枠を麻生家で。長男の翔豊さん。 39歳は、慶応大学の同級生と起業し、動画配信サイト、ニコニコ動画の立ち上げに携わりました。23年からは若手経営者で作る、日本青年会議所の会頭を務め、任期を終えたばかり。一方、長女の綾子さん、37歳は、東大卒で、英国留学を経て、同国の名門美術賞、クリスティーズで働いた菜園。 どちらも申し分ない経歴です。麻生派中堅議員。決めあぐねた挙句、麻生氏がたどり着いたのは、二人とも国会議員にするという行天の策だった。子飼いである大家さんを衆院上くら替えさせ、空いた席に長女を据える。一方、自分の後継には長男をあてがい、衆参二枠を麻生家で取ろうという算段です。しかし、 衆院選となると大谷さんの分が悪いことが分かり情勢を見極めるため直前まで公認を出さないよう指示しています当然麻生氏の就活に周囲が振り回されている「週刊現代2024年6月1日号」より続きを読む初の女性総理も狙える後継者に急浮上した麻生元総理の東大卒の娘の実力 以下はネットユーザーの反応をまとめたものです。こういう世襲による議員の過業化はやめるべき。幼少時から大金持ちの家で何、不自由なく育った人に。国や国民のために汗をかいて政治をやる意識など生まれるはずがない。自民党の裏金議員たちを見ればよくわかるではないか。該当地域の有権者の人はよく考えた方がよい。世襲議員でも、 安倍晋三、中川昭一といった日本のために戦った政治家はいるがかなり希少。確率論から言っても世襲議員で結出した政治家は極めて少ない。政治を過業化してはいけない。そもそも日本は選挙にかかる金がかかりすぎる問題がある。金がなくても国のため国民のために奉仕できる優秀な人材が渦もれているはずだが、 選挙に1 0 0 0万も2000万もかかるようでは立候補すらできないのが現状。現職議員たちも選挙費用の捻出のためにパーティーをしているわけだから。政治の世襲化を防ぐためにも根本的にここを変えないといけないと思う。現行制度では世襲などによる上級身分の固定化の比重が大きすぎると感じています。 私には残念ながらその手段が思いつかないのですが今こそ政治制度自体を見直し変えていくことが求められているのではないでしょうか必ず引退の時は来るから麻生家のようないわゆる名門の場合いろいろ継承策を考えていることは想像に難くない実物資産も多いだろうけど衆議院の議席も麻生副総裁から見れば麻生家の資産の一部だろう 民主主義の観点から言えば、衆議院の議席は麻生家のものではないかが、日本の場合は麻生家に限らず、衆議院議員の議席も事実上相続財産化しているから、世襲が規定路線のはず。次の選挙は、自民党は逆風で厳しいからご本人が出馬するしかないだろうが、福岡県内でも落選する議員が一定数出るだろう。 その場合、次々回は空白区があれば、長男長女ともに衆議院に出馬させて、自分は二人の応援に回るという策もあるかもすごいですね。麻生さんのその利権に対する執着心はまさに今の時代には合わないですね。本当に組織票の及ばないインターネット投票を。早く施行するべきです。インターネット投票できない人が投票所に行けば良いです。 今は自主性を重んじる世の中に変わりましたので今さら古い体質で選挙をやることこそ茶番で高齢者が作る高齢者のための選挙ですネット投票にすればパーティー等いりません政権放送を YouTube かテレビでやればよいです選挙が金がかかるのは強欲だから麻生さんがどうするか見守っていましたがご長男慶応卒を 衆議院に、ご長女、東大卒を、参議院の出す予定とのこと。びっくりだね、飯塚の人たちも驚いてるでしょう、どちらも成功すると思います。特に長女さんが期待できそうですね、面白くなりました。北九州から飯塚経由、都築機の高速道路、願っています。世襲議員が悪いわけではないがろくなやつがいないと、見受けられます。 苦労知らずで自我を押し通し協調性がないのが多い。国民に寄り添える思考のあることが大事。本当に国を良くしたいという志を持った人に政治家になってほしい。息子や娘が立候補することに対して何が問題なのかわからないよ。親の仕事に就けないなんて理不尽でしょう。親の講演会が親族を継続的に押すかどうかわからないし、 まして投票するのは有権者だからね。政治的にクリーンだからといって、政治的な知識のない芸能人や会社経営者が立候補しても投票したいと思わないよね。この後継者不足の現在において、世襲政治家はみんな自分の子供たちに継がせようとするところを見る限り、よほどおいしい職業なのに違いない。議員特権、名誉、収入、 組織票と選挙のの高額化による身分の安定、そして裏金と政治団体を利用した相続税の無税化、指定の進学優遇、就職優遇などなど、そりゃ一度その席を確保したら、やめられませんよね。江戸時代の殿様たちと、幕府官僚のような特権階級が固定支配していた封建時代と何だ変わらないかっこ笑いですね。 サラリーマンイコール百姓のようなもの。民主主義とは、嘘ばっかり。補助金頼みの政策はダメになると言われる。最近ならべべ、補助金がなくなると、途端に、売れ行きがダウン。補助金頼み、世襲で議員になっても、ろくなものにはならないのは、あまたいる世襲議員のほとんどがろくなものじゃないから。人口が急減していくそうだ、いい加減議員が歯を垂れて、 世襲から見直して、選挙制度を見直して、ついでに、議員定数を減らしてくれ。出たい、世襲候補より、出したい優秀な候補者を。今の、税法と、公職選挙法がなぜざる法かといえば、まさにこの家業をどかした世襲を許していることにあるのです。親が、議員在任中に溜め込んだ、政治資金という名の金を、申告もせず、非課税で子供に、贈与できるのです。 こんなこと。法の下の平等を謳っている憲法に抵触します。選手観論が依然、投稿させていただいた4つの提言を、公職選挙法と税法または、政治資金規制法の関東に明記することを、もう一度提案します。1国会議員は、報酬付きボランティアとして、職業としては分類されない。2国会議員の子供は、 親と同じ選挙区からは立候補できない他県のみ認める3親から政治資金を贈与または相続すれば通常の税務申告しなければならない4国会議員は引退あるいは辞職するときは議員歳費を超える政治資金は国に返還しなければならない以上です